いつもにもしもをミニプラス、防災ミニプラス。この番組はヒットネット TV、 飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社の提供でお送りします。皆さんこんにちは、防災ミニプラスのお時間です。お届けするのは私杉山修斗、防災士五十嵐ひろ子です。よろしくお願いします。今月のテーマは子連れ防災第3弾ということで、児童期から青年期の避難をテーマにお届けします。児童期青年期は小学生から大学生の時期ですね。まだ子供が小さいうちはマザーズバッグの中身が話の中心でしたけれども、今回から、あっという間に子供が大きくなって、親と子、大人と子供が一緒にいない時間が増えてきます。そういった場合の避難への備えについて防災士の五十嵐さんに解説していただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そうですね、この児童期青年期って、本当自我が芽生え、もう自分たちで自立していく大人のもう目とか手が離れてくる時期でもあるんですけど、そんな時だからこそ、じゃあ自分たちで自分の身を守れるっていうものをしっかりと教えてあげていてほしいなと思っていて、そうですね、例えば今1年生、小学1年生の子が今学校の先生と一緒に帰って、途中まで親さん迎えに来てたのがだんだん通学路子どもたちだけでまとまって帰るよみたいになってると思うんですけど、その時にじゃあ通学路ちょっと外れて歩いてみようかなみたいになっちゃうと思うんですよ。けどその何かあった時に大人が通学路をたどって君たちを探しに行くんだよっていうことをしっかりとね、その守る意味、そのなんでそこが決められてるかっていうところを教えてあげることで、災害時とかっていう時に助けることができるようになるので、そんな話も子どもたちと一緒にしてほしいなと思っていて、あとは今からは出水期、梅雨にも入りましたし、水が多く出て、で大雨と洪水警報、2つ警報が出ると学校ってお休みになるじゃないですか、けど親さんは出勤しなきゃいけない、お仕事休みにならない。でやっぱ小学生とかちっちゃいうちだと、じゃあちょっとどちらかがとか大人の誰かが家に一緒にいようかってなるけど、だんだんねもう中学生とか高校生とかってなってくると、お留守番できるよねってなると思うんです、なんで子供さんだけ置いて大人が仕事に行って家には子供だけみたいな時間ができると思うんですけど、そうなった時にじゃあ警報が出ててこれからずっと災害が続くかもしれないっていう時に、どこのレベルでどう判断するかみたいな、自宅がまず安全かどうかっていうのをまず家族でちゃんと見て、ハザードマップとかを確認して、このレベルになったら避難所に行くってことを考えようみたいな話し合いができてないと、もうそこで子どもだけが被災してしまうっていう場合もあったりとか、親さんが会社から戻ってこれないとかっていうこともあるので、そうなった時にはじゃあどうやって行動しようみたいなのを普段の話し合いの中でしていてほしいなって思います。まずその会議、家族での話し合いで大前提になるのが、家にいる場合と家以外にいる場合、大人と子供が一緒にいればじゃあこうしようってすぐね一緒に行動できますけど、別々の時はもう元々決めてないと判断までに時間がかかっちゃうので、それぞれの場合でちゃんと話し合っておくってことが大事なんですね。そうですね、なのでやっぱりいろんなパターンをその時その時想像をして話し合いの中で、でこの時にはこういうふうにしておこうってある程度筋書きを決めておくことで行動もしやすいし、子どもさんも不安にならずに、大人さんも親さんもあどうしよう帰れないみたいにならずに、帰れないけどあの時こういう話し合いをしたからこうしてるはずだとかってねできるので、ぜひぜひ話し合い、災害ってね本当特別かなと思うんですけど、最近はもうねよく洪水とかね大雨とかも増えてきてるので、もうね日常のものだと思ってぜひ話し合いをしててほしいなと思います。今の学生って高校生でもやっぱスマホ持ってたりするじゃないですか。なので雨雲レーダーとかそういう
災害に対して の, その情報を自分から取りに行くっていうのもすごく大事ですね。そうですね、多分ね大人よりも情報のキャッチの仕方は上手なのかなと思っていてパパッと調べれそうですもんね。そうなんです。で自分でちゃんと判断できる大人ってどうしても自分で判断しても会社にいるとやっぱ仕事、はい、企業の指示がないと自宅に戻ることができなかったりとかもするじゃないですか、はい、なんで子どもさんが自分で判断した時にじゃあ何を持ってこの避難所に行こうかとか、まあ、自宅のどこに留まろうかとかっていうことができるように普段の備えの仕方も一緒に家族でこうじゃあ私はこれを持ってくねとかあなたはこれを持ってねとかっていうこともやっていけるといいなと思います、はいはい。まあ、一番想定しやすいのは子供が通学途中、例えば僕が高校生の時に通学路で自転車で走ってますと、あれちょっとこういきなり雨降ってきたなと、川の水も急に増えてきたなってなった時に友達の家とかあとは親の勤めてる会社が近ければ会社が安全っていうのが話し合いの中であればそこに行ってもいいし、あとはコンビニで待っててスマホとか、まあ、当時はガラケーでしたけどそれで親と連絡を取ってじゃあこうしようっていう話もできますし、それが頭に入ってればいいですけど入ってないとあ自分やったらめちゃくちゃ焦るなっていうのがあるのでやっぱ話し合いはね大事ですね。そう大事ですね。なんでその、まあ、通学路の話が今出たのでその例えばその通学路で地震にあったってなった時に、はい、学校に行く途中とか、まあ、帰り道でもいいんですけどどっちに行くみたいな、家に戻るのか学校に戻るのかとかね、はい、そういうことも、まあ、普段から話し合っててここまで来てたらもう自宅に戻るよとか、はい、ここまで来てたら学校だよとかっていうことも学校単位で決めてもいいしもう家庭の中で話し合ってもいいなと思ってて、よくねあのちっちゃい子たちに今通学路歩いてて地震起きたらどうするって聞くと車道に出るみたいなそうでも壁が確かにここにブロック塀があったら車道の方が安全でも、はい、パッと出たら引かれて危ないよねとかよく周り見なきゃねっていう話をしていて、なんでそのシェイクアウト頭を守ってもう全部何も見ずにしゃがみ込むみたいなのは、はい、実際は危なくってちゃんと周りを見ながら避難する場所をその時決めていくってことをしていかなきゃいけないねっていう話もよくしています。実際に五十嵐さんもまさに今回のテーマである児童期青年期 の, あのお子さんが見えますけれども、まあ、持ち出し用品の備えをしててじゃあそれぞれ別の場所にいるのでここで集合ねっていう風になった時に家にいる人かあるいは家に寄れる人状況によりますけどがみんなの分を持っていくっていう状況になるわけじゃないですか。それをどんな風にその家に備えているかっていうのは、まあ、言える範囲で構わないのでぜひ教えてほしいんですけれども、はいはい、そうですね、あのみんなのそのものが揃って初めて我が家は避難グッズが全部避難所に揃うんですけど、はい、まず第一次持ち出し用品みたいな、もうこれなかったら困るよっていうのは私のバッグにがっつり入ってるので、まあ、揺れる子がいればそれをとりあえず持てる分だけ持ってもらって、でそれ以外にみんなのとこにばらけてるのが、まあ、これあったら便利だよねとかこれちょっと何日か後には使いそうだなみたいなのをまた詰めているので、まあ、戻れる範囲で戻っていって取っていくっていうこともできるようにしています。基本的にはもう自分たちで用意をさせる、もう究極素泊まり、ライフラインもなくってで布団も出してもらえないとこに素泊まりしに3泊4日行くってなったら何持ってくみたいな、でもそれ持ってても使えないよねとかっていうのも話しながらちょっと旅行気分でバッグを揃えてもらって、でこれないと絶対困るっていうものだけ一つもう一つのバッグにまとめておいて、でそれ以外後からでもいいし、まああったら便利かなみたいなやつのいくつかのバッグを家族分揃えていくと過ごしやすい避難生活が送れます。そうですね、はい、まあ、実際その子供たちがその家にいないときに代わりにこれ持ってきてっていうのを親御さん意外と知らなかったりしますもんね。そうなんです。なんで普段の生活の中の整理整頓は絶対にここにこれが置いてあるって分かってれば私は何かあったときにこれを持っていけるけど、はい、携帯例えばいつもの置いてる場所になくって探しながら行かなきゃいけないってなるとめんどくさいなってなるのでそうなんで大事なもの大きくなってやっぱゲームとかそういうものになるし、まだ小さい子だとそれこそぬいぐるみないと眠れないよとか、はい、この毛布がお気に入りだよっていうのがあれば、まあ、そういうのも気にかけてあげてあの避難先に持って行ってあげてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。まずは子供と親御さんで会議をして、はい、こんな状況の時はこういうふうに動こうと
はい、こういう状況の時はっていろんなパターンを話し合いの中で、探ってみて、いきなり答えを出さなくても備え方はやっぱ家庭それぞれであると思うので、まずは一緒に話し合ってみるっていうところから始めてみてください。そして子連れ防災だけじゃなくて、ペット防災や備蓄防災グッズなどのコンテンツも防災ミニプラスの YouTube の方でアップしておりますので、ぜひ覗いてみてください。それでは防災ソング思いをつないでを聞きながらお別れです。お相手は杉山修斗、五十嵐ひろこでした。